ときついな。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。いいよ、さあ早く行こうぜ。なんだかさ、静かすぎて眠くなっちまうな。よし、昼寝すっか。さっきちょうどいいベンチ見つけたんだ。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こ。ちょっと騒がしいかな。まあいいけどね。普通ならこういうところうるさくて嫌なんだけどね。今はそう嫌でもないかな。なんでだろうな。入ってないよ、全然。なんかめんどくさくってね。興味もないし。へえ、そうかい。さてと、それじゃあ帰ろうか。まだちょっと話足りない気もするけど、また来ればいいか。別に喫茶店は逃げないしな。今日は楽しかったよ、割とね。それじゃあ一緒に帰ろうか。こと聞いてる？うん、それがね、最近具合が良くないらしいんだ。かずみ、あれで結構一人で悩むタイプだし、思い詰めてなきゃいいけど。それじゃあね。用事があってさ、せっかく誘ってくれたのに本当にごめんな。
前のお誘いならいつだってOKさ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。なんか得体の知れなさそうな劇だな。これって面白いのかな。面白かったな。意味なんてほとんどなかったけど。そうかな。まあいいや、面白かったから。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こ。私はどこでもいいよ。座れたらそれで十分だからさ。けど、わかんないな。私なんかとこういうところに来て楽しいかい？私は結構楽しいけどね。ハロウィンって確か向こうのお祭りだっけか。私にはよくわかんないな。そうだろうな。うん、そうだな。さてと、時間も時間だし、そろそろ帰るかい？次は晴れたらいいな。今日はなかなかいい線行ってたぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。バスが来たな。それじゃあ乗ろうか。さあ早く入ろう。待たせたね。なあ、どこに行くんだ？へえ、ボディーボードか。なかなか面白そうじゃないか。行ってみようか。波乗りか。いいね。まさしくロマンがあるってもんだよ。
よく言った。そうとなったら一番高い波、行ってみよう。これも楽しいけど、もっと他のこともしてみたいね。いいよ、行こっか。よし、いっぱい滑るぞ。なんかカップルの悲鳴がすごかったな。もううるさいのなのって。そうか。まあ私も気が向いたら怖がるってのもあるかもしれないな。なあ、もうちょっとどこかに寄っていかないかい？まだ時間残ってるしさ。よし、決まりだ。行こう。コーヒー、ブラックでね。